マリー・ヴィクトワール・ポーリーヌ・ザ・ランベール、または、マリア・ヴィクトリア・パウリーネ・フォン・アーレンベルクは、ドイツ・ベルギー系のアーレンベルク公爵家の一員で、バーデン・バーデン編共白、アウグスト・ゲオルクの妻であった。アーレンベルク公、レオポルド・フィリップと、その妻で、イタリア貴族、ビザッチャ公爵家出身のマリーア・フランチェスカ・ピニアテッリの、間の長女として生まれた。母方の祖父には、 スペイン領ネーデルラント総督を務めた、サボーナ公爵がいる。幼少期は、父親の主君の娘である後の皇后マリア・テレジアの遊び相手を務めた。厳格なカトリック教育を受け、芸術や音楽に関する造形を深めた。1735年にバーデン・バーデン編教博、ルートビヒゲオルクの弟で軍人のアウグスト・ゲオルクと結婚したが、間に子供はなかった。 1761年に夫が辺境白衣を継いだ後は辺境白夫人としてラシュタットに女子聖歌隊を組織するなど積極的に公務に取り組んだ。1771年に夫が死ぬとバーデン・バーデン辺境白化は断絶し、登園にあたるプロテスタントのバーデン・ドゥルラ派辺境白カール・フリードリヒがバーデンを統合した。マリア・ビクトリアは オッタースバヤーに移り、この地に女子修道院とその付属学校を建設するなど、事前活動に身を捧げる寄席を送った。1793年にストラスブールで死去し、意外はバーデンバーデンの教区教会の夫の墓の隣に葬られた。ありがとうございます。